こんばんは。寒いですね。速稼塾の久保でございます。もう11月も終わって12月に入ろうとしておりますけども、皆さんの資金活動はいかがだったでしょうか。2019年の1月1日今年こそはといってですね、なかなか長続きせずに4月1日に1月1日の約束事を守ってないなって感じで、あ、嘘をついちゃったなみたいなことでね、4月1日エイプリルフールを振り返ったんじゃないかなと思いますけども、あと残り40日余りになって、我々は一体この1年間ね、本当に1年分の働きをしたんだろうかというふうなことをね、考えることがある、まあ若干ある久保哲郎でございます。はい。でですね、今回は億万長者合宿のこのやり取りの中でですね、まあ私のところにいくつか視聴者さんからメッセージが来てたんですよね。まあその中で、まあ久保さんはお金にこだわらないでいいよっていうふうに言うけど、そのレベルまで行ってない我々はお金にこだわっていかなくちゃいけないんです、だからなかなかね、今の段階では久保さんのようにはいけませんっていうふうに言われてたんですよ。私これすごくいい意見だなと思ったんですよ。何がいいかっていうと、私はお金にこだわってないんで、セールスもしないし、お金を払わないと働きませんよってことはないんですよ。自分が興味があれば何でもやっちゃいますし、興味がない分に関しましては、お金あげるからやってよって言っても、私はなかなかね、やろうと思わないという意味でお金にこだわってないんですよね。ただその質問を下さった方はまだそこまでのレベルに行ってないんで、そこまでの意識に行ってないんで、私はお金にこだわっていきますっていうふうに話されてたんですよ。で、何が面白いかっていうとですね、お金にこだわってる人が、まあお金を手にしてないっていうこの事実なんですよ。お金にこだわってるんだったら、何か自分が動くたんびに誰かからお金もらわないとっていうふうに私はちょっと言ってみたんですけども、お金にこだわってるんだったら、じゃあ今日も明日もきちんと、セールスするよねって感じなんですよ。で、私はお金にこだわってないんでセールス全然してないんですよね。奇妙なことがありますよね。私はセールスもしてない、お金にこだわってないけども、お金は集まってくると、で、ものすごくね、お金にこだわってる方がセールスもしてないし、まあ今だったらしてるかもしれませんけどね、その時点ではしてなかったんですよ。で、お金は当然集まってきてないという形なんですよね。で、ここにですね、考え方の大きな違いがあって、考え方は人それぞれ違ってももちろんいいんですけども、こと何かね、目標とか野望を掲げた時には人それぞれじゃダメになってくるところが結構あるんですよね。まあこれがね、何を意味してるかってことはまた別の機会にお話ししますけども、面白いエピソードだったんで、ね、ちょっとお伝えしてみました。じゃあこの億万長者合宿リメンバーのやり取りの間に起きた2つ目のことをちょっと申し上げます。1つ目は、まあ、メッセージ質問があったってことですけども、2つ目はですね、まあ、前回もそうなんですけども、吉谷さんとこのキャッチボールをしてると速稼塾の熟成入塾生っていうのが増えるんですよ。で、今回も億万長者合宿シリーズの動画をご覧になった方、4名の方がね、早速リメンバーのこのキャッチボールの間に入ってくれてるんですよ。久保さん、リメンバー億万長者合宿 の動画のリレー見ましたと、速稼塾に入りたいと思いますっていう感じで言ってくれるんですよ。で、速稼塾は別に儲けることを約束してませんよとお話するんですけども、もう十分いい勉強をさせてもらったんで入らせてくださいってことだったんですよね。前回もね、湯河原の億万長者合宿でもやり取りしてるうちに速稼塾の塾生さんって増えるんですよね。入りたいって言ってくださるんで、ご参加いただくんですよね。まあ、非常にこれはありがたいなと思いますけども、これもね、だからね、逆と言いますか、さっきの逆ですね。お金にこだわるとこだわらないっていうのと立場の逆がありましたけども、億万長者合宿を利用して私は別に速稼塾のセールスをしようと思っているわけではないんですよ。まあポロポロっとね、言葉は出るかもしれませんけども、ただね、セールスレターも勧誘もなく、速稼塾の入塾をもう門を叩いてくださる方がいるっていうのは本当にね、少林寺みたいな感じですよね。塾といいますかね、よろしかったら入れてくださいみたいな感じで来てくださるんで、すごく嬉しいなと思います。そういう人をね、これからも大事にしていきたいと思うんですよ。で、競争ってものがありますよね。競争っていう概念が前回動画の一つの、ね、テーマだったんですけども、まあ、私もね、えげつない競争とかはもう今別に必要ないんですけども、例えばこの億万長者合宿のやり取りで、まあ、やっぱりね、吉谷さんの発信に負けたくないなって気持ちがいつもありますね。だから動画を送ってくださるのすごく楽しみで、そ
その動画どんなね、すごいことが来るんだろうなといつも思ってます。本当に今回もありがとうございますと、まあバラバラといった中で、億万長者合宿リメンバーというからには、これ合宿があるんでしょうね。ラストで、ラストっていうかどっかで、もしくはこのやり取りを吉谷さんと2人で合宿して、2人でそこでやるみたいなねこともあるのかなと思いますよね。まあそんな感じで雑談っぽく、お金にこだわるなってこととかね、あと速稼塾入塾ってことと、あと競争っていうテーマ、それから合宿っていうテーマ、このね4つのことを今までお話してきましたけども、いや今日の動画の5つ目、これはですね吉谷さんにお送りするクエスチョンです。アンサーっての、私のクエスチョンに対して吉谷さんが私に答えるとアンサーになるんですけどもね、今回私からはアンサーを出すんじゃなくてクエスチョンを出します。クエスチョンの言葉は特技なんですよ。特技は何がありますかってことですよね。あなたの特技はみたいな感じです。まあ別に特技じゃなくてもいいんですけども、まあ今回は特技にさせてもらいましょうか。自分が認識している特技っていうのはどういうものがあるのかっていうふうにね、たまには人に聞いてみたいなと思ったんでちょっと聞かせてください。私はコミュニケーションがすごく得意だと思います。40の今になってもね、10代の女の子と知り合うことはありますし、まあなんて言いますかね、まあ集客っていわゆるコミュニケーションなんだろうなと思いますし、コミュニケーションを学びに来る人がいるというところもあります。で、私自分自身でもむちゃくちゃうまいなと思うんですよね。その人をたらし込むと言いますかね、言葉悪いんですけども、その人が一番喜ぶことをして、で心を開いてもらって、そこに隙間にスッと入るというね、いつものパターンなんですけども、私の特技はまあコミュニケーションっていう風な形で、まあお金稼ぎも特技なんですけども、お金稼ぎがなんで得意かっていうと、それはコミュニケーションの幅が狭いんではなくて広いからだと思いますので、やっぱりコミュニケーションが得意なのかなと思いますけどね。このインターネットを使ったコミュニケーションも、そのワントゥーワン動画って言って一人の人に動画をお送りするっていうのも、多分ね私が始めたのが本当元の最初だったんじゃないかなと思うんですよ。あらゆる人の中で再生数を上げようとしている中で、私なんて相手の人が決まったらその人一人が1再生すればいいというふうに思ってるんですよ。一期一会でやってるんですよね。こういう形ってのはなかなかないのと、私も速稼塾が始まった時にご質問に対して全てね返信動画を作ってたんですよ。その返信動画が速稼塾のカリキュラムにプラスされていくんですよね。そうすると200個ぐらい質問に答えた時にもう質問がねなくなったんですよね。だから質問の幅って有限だと思いますんで、あらかじめ200種類ぐらいだったら用意しておけるかなっていう形で、それ以来速稼塾を運営しております。繰り返しますけども、吉田さんの特技がどんなものがあるのかちょっとね聞いてみたいなと思いました。なんかその趣味特技みたいなね、自己 PR じゃないですけども、お見合いみたいなところをねたまーにはちょっと触ってみたいなと思います。ご趣味はじゃないや、特技はどんなものがありますって聞かればいいのかな。はい、ではよろしくお願いします。